本日の聖書箇所をお読みします。ローマ人,の人への手紙、人への手紙13章、1節から7節まで、皇后約聖書250ページです。お読みします。すべての人は上に立つ権威に従うべきである。 なぜなら神によらない権威はなくおよそ存在している権威はすべて神によって立てられたものだからである従って権威に逆らうものは神の定めに背くものである背くものは自分の身に裁き,裁きを招くことになる一体支配者たちは 全事をする者には恐怖ではなく、悪事をする者にこそ恐怖である。あなたは権利を恐れないことを願うのか、それでは全事をするがよい。そうすれば彼から褒められるであろう。彼はあなた,をあなたに益を与えるための神のしもべなのである。しかし、 もしあなたが悪事をすれば恐れなければならない。彼はいたずらに剣を帯びているのではない。彼は神のしもべであって悪事を行う者に対しては怒りを持って報いるからである。だからただ怒りを逃れるためではなく、ためだけではなく、良心のためにも従うべきである。あなた方が 貢木を治めるのも、また同じ理由からである。彼らは神に仕える者として、もっぱらこの務めにと携わっているのである。あなた方は彼らすべてに対して義務を果たしなさい。すなわち、貢木を治むべき者には貢木を治め、税金を治むべき者には税を治め、 恐れるべきものは恐れ、敬うべきものは敬いなさい。ここで藤田牧師による特別祈祷があります。それではお願いします。 お祈りをいたします天地の作り主に増し歴史を支配したもう父なる神様主に支えられて一回りが過ぎ2022年2月6日のこの日の主の日の礼拝を 東アータキリスト教会の家族、兄弟、姉妹方と共に出席できますことを心から感謝いたします。私たち、バプテストの群れだけでなく、全日本のキリスト者が、今週の2月11日の信教の自由の日として特に覚える日を、の前の私立礼拝の日として、この日を覚え、 東八幡教会はともに説教を聞き祈りを共にする礼拝を守ってまいりましたが本日は石橋牧師の人を生かすか殺すか自由の中で選び取りという題でローマ人への手紙第13章の1節から7節の 御言葉ををを聞くここととができることを心から感謝をいたします。石橋牧師がから心に響くどんな思いを聞くことができるか心を開いて備えて祈りたいと願っていますまた2月11日金曜日の統一は日本キリスト教協議会総幹事の 金孫忠先生がバベルの塔、BS ・気流者の天幕,天幕、差別と敵意の壁,の中壁を超える艦隊の説教として語り、北九州バプテスト地方連合社会,社会特別委員会の石橋牧師が司会をされ、谷本牧師が応答コメントをされます。第6波を越える、 コロナ禍のもとで、講師も東京からの講演で、集会もオンラインで、オンラインを余儀なくされておりますけれども、それだけに、パウロがピリピリとへの手紙第27章、三日節で語られたような、キリストにあって苦難に打ち勝つ信仰者の集まりとなるように、切にお祈りをいたします。 イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。ただいまより石橋牧師による宣教です。本日の宣教題は、 人を生かすか、殺すか、自由の中での選び取り、選挙後、牧師の祈祷があります。牧師の祈祷の後、全員で御子党の前に静まる時を持ちます。しばらくの時、黙祷ください。 皆さんおはようございます。ネットでご,なご参加の皆さんもおはようございます。えー、本日は信教の自由を守る礼拝であります。この日の宣教を担当することになってすることが決まってから、あまあ、ずっとお信教の自由って何だろうということを改めてえ考えさせられてきました。 辞書的には、宗教を信じること、また信じないことの自由というように説明されます。まあ、もう少し具体的に言いますと、内心における信仰の自由。まあ、つまり、個々人の心の中では、どんな内容のものであれ、自由に信仰できるということ。さらには、それを表明する。まあ、例えば、こういうふうに礼拝をする。 というような宗教活動を行うこと、そしてそのためにグループを結成すること、まあ、そういう自由が含まれるというふうに言われます。もちろん犯罪行為や反社会的な活動が許されるわけではありません。 そして、これは信じないことの自由でもありますので、特定の信仰を持たない人にとっても何かの信仰を押し付けられないという意味で非常に大事な権利だと言えます。しかし、特定の宗教を信じている者にとってその信仰を持ち続けるためになくてはならない権利だというのは当然であります。 こうして礼拝を行い、それに自由に参加できるというのも、この権利が保障されているからに他なりません。まあ、けれども、どんな権利にしてもそうなんでしょうけれども、それがいかに大事な権利かということは、なくなってみないとなかなか実感できないものであります。 誰が何を信じようが、信じまいが、その人の自由でしょうとしか普段は考えられません。しかし、それが当たり前ではなかった時代があり、当たり前と思えるようになるまでには多くの人々が戦ってきた、そんな歴史があるわけです。そしてその歴史の源流に私たちバプテストの先輩がいるというふうに言われています。 まあその少し前から歴史を遡って見てみますと、キリスト教はイエスの死後、しばらくして始まるわけでありますけれども、最初のうちはローマ帝国のもとで弾圧を受けておりました。けれども、4世紀に入りますと、一転してローマ帝国の国境、まあ、国の宗教となるわけですね。 そして、帝国を統一し、人々を支配するための道具として、キリスト教が利用されるようになっていきます。そこでは他の宗教は禁じられ、キリスト教であっても、異端とされた人々は、次々と排斥されていくことになります。そんな時代が長く続き、国家権力と結びついた教会の権力は、絶対的なものとなっていきます。 そして人々を支配するようになります。国家は国民の心を支配する道具として教会を利用し、教会の方も自らの権益を守るために国家を利用する。まあ、そんな関係が続いていきます。そのような教会のあり方、信仰のあり方に稲を唱え、お式制の信仰ではなく、 自らの決断で信仰を選び取ってきた人々の中からバプテストが生まれてきました。バプテストが誕生したのは17世紀の初めイギリスにおいてでありました。当時イギリスは国王の離婚問題をきっかけにローマ・カトリックから独立したイギリス国教会が国の宗教とされ、 国王が同時に教会の首長、最高統治者でもありました。その国王に対し、王も死すべき人間であり、神ではないのだから、人々の魂を支配する権限は持っていない、まあ、そのようにはっきり言い抜いたのが、バプテストの創始者であるトマス・ヘルウィスという人物でした。そのように、 バプテストは、その初めから死すべき人間が支配する国家と、永遠の命であるキリストが支配する教会とを明確に区別する姿勢をとってきた。いわゆる政教分離の原則をですね、えー、明らかにしたと。そのような教派であります。まあ、そんなバプテスト教会ではありますけれども、 両親の自由を守るために、政教分離の原理を常に貫くことができたかと言いますと、残念なことにそうではありませんでした。この日本において、実は大日本帝国憲法でも、信教の自由は限定付きではありましたけれども、保障はされておりました。そのような中、 日本バプテスト連盟の前身である日本バプテスト西部組合は国家による宗教統制のための宗教団体法が提案された際に我がバプテストの主張する良心の自由を束縛するものとして反対声明を出したといいます、まあ、けれども日中戦争が始まりますと神社は宗教にあらず国家の儀礼である として、戦争協力を表明し、自ら政教分離原則を放棄してしまったのです。そして、宗教団体法によって成立した日本キリスト教団にバプテスト教会も加わり、戦争に積極的に加担していくことになります。戦後、 教団を離脱したバプテスト教会によって日本バプテスト連盟は結成され、かつての過ちに対する悔い改めと、新たな国家による宗教への介入に抵抗する運動がなされていきます。2月11日を建国記念の日ではなく、新教の自由を守る日として守っているのも、そのような運動の一つです。 私自身もそうでありますけれども、制限されたり、奪われたりしない限り、自由が与えられているというのは、なかなか普段意識いたしません。しかし、それが当たり前でなかった時代もありますし、今後も、いつ何時自由が奪われることになるとも限りません。私たちが気づかないうちに、 制限されれてていっていっるののかもしれないのです。だからこそ私たちは当たり前のように感じてしまうこの自由のことを意識しておかなければなりません2月11日を軍国主義天皇制と深く結びついた建国を記念する日として過ごすのではなくバクテスト協会が大事にしてきたそして 信仰者のみならず、すべての人にとっての基本的人権の要である信教の自由を覚える日として、それを守る決意を新たにしていきたい、そのように思うわけです。ところで、キリスト者が国家に対する姿勢をどのように持つか。 まあそのことを考える際にしばしば言及される聖書の箇所の一つとして、本日取り上げましたローマ書の13章があります。そこにはこのように書かれています。すべての人は上に立つ権威に従うべきである。なぜなら神によらない権威はなく、 おおよそ存在している権威はすべて神によって立てられたものだからである。この言葉通りでありますならば、国家の権威も神による権威、神によって立てられた権威なのだから、クリスチャンもそれに従うべきなのだということになるだろうと思います。このパウロの言葉は次のように続いていきます。 したがって、権威に逆らう者は、神の定めに背く者である。背く者は <coughs>、自分の身に裁きを招くことになる。一体、支配者たちは、善事をすることには、する者には恐怖でなく、悪事をする者にこそ恐怖である。あなたは権威を恐れないことを願うのかそれでは、善事をするがよい。 そうすれば、彼から褒められるであろう。彼はあなたに息を与えるための神のしもべなのである。しかし、もしあなたが悪事をす,るすれば、恐れなければならない。彼はいたずらに剣を帯びているのではない。彼は神のしもべであって、悪事を行う者に対しては怒りを持って報いるからである。 だから、ただ怒りを逃れるためだけではなく、両親のためにも従うべきである。あなた方が、道をさめるのも、また同じ理由からである。彼らは、神に仕えるものとして、もっぱらこの務めに携わっているのである。あなた方は彼らすべてに対して、義務を果たしなさい。すなわち、 蜜をおむべき者には蜜をおめ、税を納むべき者には税を納め、恐るべき者は恐れ、敬うべき者は敬いなさい。このように記されているわけであります。この言葉によりますと、権威はすべて神によって建てられたものなのだから、権威に逆らう者は神の定めに背くことになり、 自分の身に裁きを招くことになるということになります。しかも支配者というのは神のしもべなのであって悪いことをする人には神に代わって怒りを持って報い良いことをする人には神に代わって褒めてくれるというのです。だから良親のためにも従うべきだし 貢ぎや税も納めるべきなのだと言います。本当にそうなのでしょうか支配者は誰でも神のし,はしもべであって黙って従うべきなのでしょうか先に述べましたように国家権力によって信教の自由やその他の基本的人権が奪われるということが現に ああったのでありますし、それに黙って従うのではなく戦い続けてきた人々がいたからこそ今の私たちはあるのではないでしょうかもちろん聖書に書かれていることは全てそのまま守られなければならないというように私たちは考えてはいません聖書もそれが書かれた時代状況や 文化的背景など、様々な影響を当然受けているのであって、それを無視して、どんな言葉でも普遍だとするなどと考えるべきではないだろうと思います。例えば、旧約聖書の立法の中には、あなた方のもみあげを剃り落としてはならないとか、あなた方の髭の両端を切り落としてはならないというような言葉も出てきます。 それで厳格なユダヤ教徒の人たちの中には今でももみあげやひげを長く伸ばしているそんな人たちもおられるわけですしかしそれはユダヤ人の中でもごく一部の人でありますしクリスチャンでこの言葉を守ってもみあげを伸ばしていますという人はほとんど聞きません食べ物にも細かな規定があることは有名です 蹄が分かれていて、反数するものしか食べてはならない。いうことで、まあ、豚は、蹄は分かれているけれども、反数しないので、食べてはならないのだとされています。血は食べてはならない。だから、肉は全部血抜きをしてからしか食べられない。とかですねそうし。そういったことが、こまごまと聖書に書かれているわけですが、まあ、最近では日本でも、コシェルといって、 食物規定で許可されたものを提供しているようなレストランがちらほらと見かけるようになってまいりました。まあ、そうしますとユダヤ人でも安心してそこで食べられるということになります。まあ、しかし、クリスチャンでもこの聖書の言葉を守ってコシエルのものだけしか食べませんという人はあまり聞いたことがありません。いやいや、それは旧約聖書だからであって 古い教えは新約聖書によって乗り越えられたのだ。新約聖書の教えを私たちは守るのですとおっしゃる方もいるかもしれません。しかし、今日の箇所と同じパウロによって書かれた手紙の中には、こんな言葉も出てまいります。生徒たちのすべての教会で行われているように、婦人たちは教会では黙っていなければならない。 彼らは語ることが許されていない。だから、立法も命じているように服従、復讐、復讐すべきである。もし何か学びたいことがあれば、家で自分の夫に尋ねるがよい。教会で語るのは、婦人にとっては恥ずべきことである。実際にこういう言葉が聖書に出てくるんですね。まあ、こんなことを私が言おうもんなら、非難合々になるはずです。 もっとひどいのは、手もテへの第一の手紙に出てくるこんな言葉であります。男は怒ったり争ったりしないで、どんな場所でも清い手を挙げて祈ってほしい。まあこれはあですね、えー、どこでも手を挙げて祈るかどうかともかくとしても、怒ったり争ったりしない方がいいのはそうだろうと思いますが、その続きです。また女はつすましい身なりをし、 適度に慎み深く身を飾るべきであって、髪を編んだり、金や真珠をつけたり、高価な着物を着たりしてはいけない。どうでしょうか髪を編んでる方はおられないでしょうか高価な着物というのはいくらぐらいから言うのでしょうかむしろ良い技を持って飾りとすることが信仰を言い表している女に似つかわしい、 女は静かにしていて、万事につけ、従順に教えを学ぶがよい。さっきよりひどい言い方ですね。さらに、女が教えたり、男の上に立ったりすることを私は許さない。むしろ静かにしているべきである。なぜなら、アダムが先に作られ、それからエヴァが作られたからである。 旧約聖書のですね、えー、記述を盾にとって、えー、女は黙っているべきだと教えたり、男の上に立ったらいけないのだということを言っているわけであります。聖書を使ってこんな差別的なことを言っていいのだろうかと思うわけです。さらに続きます。またアダムは惑わされなかったが、女を惑わされて過ちを犯した。 さっきの理由ですね。男の方が偉いという理由として、アダムは惑わされなかった。いやいや、創世記読むとアダムも惑わされて一緒に知恵の実食べたじゃないかと思うわけですけれども。そして最後に、しかし、女がつ慎み深く信仰と愛と清さとを持ち続けるなら、子を産むことによって救われるであろう。 数年前に女性は子を産む機会と発言して問題になった大臣がおりましたけれども、もうこの聖書の言葉は完全にアウトだろうと思います。しかし、こうした教えをもとに、実際に女性は教会で教えるべきでないとして、女性牧師を認めない教派も実はあるのであります。 カトリック教会が女性司祭を認めていないというのは有名な話でありますけれども、他ならぬ日本バクテスト連盟の生みの親とでも言うべき、アメリカの南部バクテスト連盟が2000年に制定された新興告白の中で、女性牧師を認めないとしたことが、日本バクテスト連盟の中でも大きな問題となりました。 これに反対する人たちが南部バプテスト連盟から離れて別のグループを作ることにもなったようですし、日本に来られていた、私も親しくしていた女性の宣教師が南部バプテスト連盟を出て日本に留まったということもありました。ですので、聖書に書かれていることをどこまで守るべきかということで、キリスト教会の中でも 様々な立場があるというのは事実であります。しかしやはり私は、まあ、少なくとも今挙げたような箇所をそのまま時期通りに守ろうとは思いませんし、守らなければならないというふうにも思わないわけであります。だいぶ回り道をしてしまいましたけれども、今日の箇所にあるパウロの言葉、つまり 上に立つ権威はすべて神によるのであって、すべての人はそれに従うべきだとするパウロの言葉は、そのまま時期通りに受け取るべきなのでしょうか。それとも、食物規定や男尊女卑的な発言のように、そのまま受け取ることのできない、そんな言葉なのでしょうか。 このローマ書13章をめぐって様々な議論がなされてきているわけですけれども代表的なものの一つとして内村肝蔵の解釈をご紹介したいと思います内村肝蔵のローマ書の研究という本の中で、えー、内村はほぼ時期通りに受け止めるべきだとしてこのように書いています 以上のごとく、一節より七節まで、このローマ書十三章ですけれども、一節より七節まで、その意味はしごく平易であるが、これに関連して二三の重要なる問題が起こるのである。まず、近代人は、パウロのこの教えに抗議を提起して、して言う。これ、古代先生地下においての戒めであって、現代の民本政治においては全然、 無用ななるものではないかと。なしからずいかなる時代のいかなる政治組織のもとにおいても一国の秩序を維持するための機能,に機能は必ずあるべきであるそしてパウロはこの権能に服してもって秩序を重んじ操縦を憎み平和巡礼を愛する民たれと進めるのである したがってこの今しめはいかなる時代においても捨るべきものではない。そんなふうに書かれている,いるわけです。まあ、内村肝臓と言いますと、いわゆる不敬事件で有名です。第一高等中学校の教員だった内村が、1891年の1月、前年の10月に発布されたばかりの教育直後の報読式、まあ、お披露目会みたいなもんでしょうか。 まあそこで天皇が書いたとされる名前、まあ、直筆の名前にですね、えー、敬礼しか行わず、再敬礼を行わなかった、まあ、そのことが社会問題となったという、そういう事件であります。キリスト教信仰が近代天皇制の国家理念と相いれない反国家性を持つものとして非難され始めた。 そういういい事件だったとされています。そんな内村ですのでローマ書13章のこの箇所をパウロの国権復従論とまで読んで古代のパウロの時代のみならずいかなる時代においても滴るべきものではないそんな戒めだとしていることが私には意外に思われました先ほどの引用の続きには このようなことも書かれています。かつまた、パウロのこの国権復従論は、十二章の愛及び相敵の教えよりおのずから引き出されたものである。すなわち、いかなる人をも愛し、我が敵をも愛するが、クリスチャンの道である以上は、良き国家に対しても、悪しき国家に対しても、復従と愛と思って対し、 たとえ、暴圧地下にありても、なお我を虐ぐる、剣能者に従い、かつこれを愛するの心を抱くべきであるというのである。従ってパウロのこの国家あ国権服従の根底に横たわるものは、キリスト的愛の大精神である。ここにおいてか知る、彼のこの戒めの 永久に慕らざる戒めとして残れることをこうやって繰り返しですねこのパウロの国権に服従するという主張はいつの時代にも当てはまるそんな戒めなのだということが言われているわけですさらにはクリスチャンとは国籍を天に移したものなのだからこの世のことは実はどうでもいいのであってわざわざ この世の権能に反抗するほどの熱心は起こらないんだと。そんなことまで言っています。そして、クリスチャンは平和の民でもあるので、社会の秩序を乱すようなことはしないのだ。仮に悪い政治のために人々が苦しむような場合にも、クリスチャンは平和的手段にのみ訴えるべきであって、命を求められるような場合も、 反論する、反乱するのではなく、命を差し出せとまで書いているのです。その点で、悪法もまた法なりと言って独敗を食らったとされるギリシャの哲学者ソクラテスは、キリストに次ぐ習うべき人物だとされています。内村のことは私は不勉強,不勉強でありますので、 これだけをもって内村が国家権力に対してどうだというようなことまではもちろん言えませんけれども、まあ、少なくともこのローマ社13章の解釈に関しては時期通りに受け止めそれを自分たちにも当てはまる戒めとすべきだと考えているようなのでありますそしてそのように考えるキリスト社は 内村だけ,だけではなく少なくない人がそのように考えているようなのでありますけれども私は内村のようにいかなる時代にも通用する国権服従論としてこのローマ書13章を読むのではなくかといってこれは時代錯誤な言葉であるとして切り捨てるのでもない いわば第三の道を選びたいと思います。それは、本田哲郎神父に教えられた読み方をするということです。鴨ヶ崎で雇い労働者と共に生きながら聖書の読み直しをしておられる本田哲郎神父は、ローマ書13章は、口語訳、新教堂訳などの伝統的な理解の仕方が間違っているのであって、 パウロの真意はそのようなものではない。まあ、つまり、どんな権威も神によるのであってすべての人はそれに従うべきだという主張として読むのは間違っていると、本田神父は言うのです。本田神父の翻訳で13章の一節を読んでみますと、こうなります。人は皆、優れた権威には従うべきです。実に、 神のもとにあるのでなければ、それは権威ではありません。神のもとにあってこそ、権威として命令を出せるものだからです。まあ、随分、口語役などとの役と違っていることにお気づきだろうと思います。権威とみなされているものがすべて神によるものだというのではなく、 神のもとにあるのでなければ、それは権威ではない。そして、神のもとにある、従うべき権威であるかどうかということは、それが優れているかどうかでわかるというのです。そして、優れてないもの、すなわち、単に人を抑圧するもの,ものでしかないようなものは、神のもとにある真の権威とは言えない。 本物でではない、というのです。つまりこのパウロの言葉はどんな権威も容認しろと言っているのではなくて私たちに本物の権威を見分けるということを求めているのだというのですもう一度本題役を見てみたいと思います お手元の聖書と見比べながら聞いていただけたらと思います。人は皆、優れた権威には従うべきです。実に、神のもとにあるのでなければ、それは権威ではありません。神のもとにあってこそ、権威として命令を出せるものだからです。そういうことですから、権威に逆らうものは、神が命じることに背いたことになり、背くものは、 自分の身に裁きを招くことになるのです。あなたたちが人に親身に関わっている限り、指導者たちは恐ろしい存在ではありません。ただ、あなたたちが人に不当な集中をしているのなら別です。あなたたちは権威を恐れずに暮らしたいと願っています。それなら人に親身に関わりなさい。 そうすれば、権威からの評価をいただけます。神の改造役を果たす人こそ、権威があり、あなたが人に親身に関わるよう促すものです。ですから、あなたが人に不当な仕打ちをしているなら、恐れなさい。権威者はいたずらに会見を帯びているのではないからです。 神の改造役を果たす人こそ権威があり、人に不当な仕打ちをする者には怒りを込めて報復するものです。だからといって、神の怒りを逃れるために従うというだけでなく、心で判断した上で従うことが必要です。そういうことで、あなたたちも負担金を納めているはずです。神に奉仕する人たちこそ権威があり、 彼らはその役割を果たそうと励むものです。あなたたちは誰に対しても借りは返しなさい。負担金を納めるべき人には負担金を納め、税金を払うべき人には税金を払い、恐れを持つべき人には恐れを持ち、敬うべき人は敬ってください。これが ローマ書十三章の一節から七節の本田哲郎役になります。つまり、従うべきか否かということは、きちんと自分で判断すべきであって、その判断の基準は、主の働きと合致しているか、つまり、人と親身に関わるようなものであるかどうかということだと本田で、本田神父は教えているのであります。 そのように読みますと、そのパウロの主張は、イエスの姿勢に通ずるものだというふうに私は思います。イエスも一人のユダヤ人として立法を、つまり聖書を大事にしておられたわけですけれども、それを絶対的な権威として振りかざし、文字通りに従うことを人々に要求するようなことはなさいませんでした。そうではなく、 それによって、つまり聖書の言葉によって人々が生きるかどうか、本当の意味で命が生かされるかどうかということを求めておられたのであります。ある安息日にイエスが片手を、片手の苗た人を癒すということがありました。安息日には働いてはならないと立法では定められています。イエスを訴えようとする人々が見守る中、 イエスはこのように言います。安息日に善を行うのと、悪を行うのと、命を救うのと、殺すのと、どちらが良いか。そして、癒しを実行します。これはマルコ福音書3章に記されている出来事ですけれども、イエスがまだ活動を始めて最初の頃の出来事です。ここからすでに、 イエスを殺そうとする人々の動きが始まっていました。パウロ自身も立法が固定化され、使われることの危険を知っていました。コリントビテへの第二の手紙の三章にはこのように書かれています。神は私たちに力を与えて、新しい契約に使えるものとされたのである。 それは文字に使えるものではなく、霊に使えるものである。文字は人を殺し、霊は人を生かす。私たちは今日、信教の自由を覚えながら、そのことを守ることの大切さを覚えながら、礼拝を守っております。当然、 信教の自由が守られることは非常に大切なことであります。けれども、同時に、その自由の中で私たちが何を信じるのか、何を選び取っていくのかということもとても重要であります。聖書を信じると言いながら、そのことで人を抑圧し、自由を奪うことになるのであれば、意味はありません。 信じるも信じないも自由の中で私たちがあえて何を信じるのか何を選び取っていくのか書かれたものをそのままに書かれたものにそのままに従うその方がわかりやすくて簡単なように思います確かなものを得たように思います しかし、文字は人を殺すのです。私たちは、たとえどんなに不確かに思えようとも、難しいと感じようとも、そのことが命を救うのか、人を生かすのか、そのことを常に考えながら、私たちの信ずるものを選び取っていきたい。 そのように願うものであります。お祈りをいたします。主なる神様、信教の自由を守る礼拝を守ることが許され感謝いたします。私たちは本来あなたに作られ、 あなたに生かされてこのように生きるものであります。そして私たちが共に生きるために、あなたは私たちにさまざまな知恵を授けてくださり、共に生きるための仕組みを整えてきたものであります。けれども、そのことによって、 逆に私たちの命が犯されるようなことも起こっているのが現実であります。どうか神様、愚かな私たちでありますけれども、あなたに示された御言葉によって、 共に生きるための知恵を働かせ誰もがあなたに与えられた命を十分に生きることができる道を探っていくことができますように私たちの歩みを励まし導いていてください今日この場を覚えながらもここに集うことのできない もものもあります。どうかそのお一人お一人の上に、あなたの等しい祝福がありますように、また、困難な状況の中にある方々に、あなたの助けがありますように、主イエス・キリストの皆によりお祈りいたします。アーメン。